F-35A ステルス戦闘機の配備先が決まり出しました。三沢基地を拠点に、各基地へ。今回、新たな配備先に決定した小松基地について、詳しく見ていきます。F-3 ステルス戦闘機だったら、すんなりと決まるのでしょうかね。2021年6月、防衛省は、石川県の航空自衛隊小松基地に現在調達を進めている第5世代戦闘機 F-35 ライトニング 2A 型の配備を行う方針を明らかにし、関係各所への通達が行われたことが報じられた。現在、航空自衛隊では、F-35 ライトニング 2A 型を合計で102機調達する計画で動いているが、これまでは青森県の三沢基地のみに同機を配備しており、国内で2カ所目の配備基地となる見込みだ。石川県に位置している小松基地は日本海側に面する場所に存在する中では唯一戦闘機の配備が行われている航空自衛隊の基地であり、2025年をめどに、まず4機の先行配備が行われるという。小松基地は航空自衛隊専用の航空基地ではなく、保有する滑走路を民間の航空会社とシェアして使用する形式をとっており、民間部分は通常は小松空港と呼称されている飛行場である。この小松基地は、その日本海側に位置する特性上から、かつての冷戦時代には、旧ソ連の航空機と対峙する最前線を担ってきた経緯があり、現在は、ロシアと増強を著しい中国とに備える任を負っている。このため、小松基地には、航空自衛隊第6航空団司令部が置かれており、戦闘機部隊としては、第303および第306飛行隊が配置され、F-15J イーグルや T-4 訓練機などの航空機戦力を有している。現状、小松基地の第303および第306飛行隊には各20機、合計で約40機ほどの F-15J イーグルが、常時配備されており、これらによって日本への領空侵犯を防止するスクランブル発進を担当している状況だ。今回の小松基地への F-35 ライトニング 2A 型の配備は、前述のように、まず2025年に4機から開始され、最終的には20機程度まで増加される見込みであり、ちょうど1飛行隊の中身が置き換わると言えよう。ちなみに、小松基地には2016年に宮崎県の新田原基地から飛行協同群が移設されており、これは訓練時にいわゆる敵機役を担うアグレッサー部隊であり、迎撃能力、技術の高い操縦者が所属することで知られている。ゆえに、この飛行協同群は、全国の主たる航空自衛隊の戦闘機部隊への指導役を担っており、今後配備が加速する F-35 ライトニング 2A 型の運用能力向上にも、大きな役割を果たすものと期待されている。前述のように、小松基地への F-35 ライトニング 2A 型の配備数は、現時点で、最終的には約20機まで増加する見込みであるが、残る同数の約20機の F-15J イーグルは、近代化改修を施され、運用が継続される予定だ。現在の小松基地からのスクランブル発進には、この F-15J イーグルが、
その任に当たっているが、今後 F-35 ライトニング2A 型が増加した場合には、それを引き継ぐ可能性も示唆されている。この2021年6月時点で、青森県の三沢基地には F-35 ライトニング 2A 型は23機が配備されている状態だが、同機がスクランブル発進にも使用される可能性が出ていることには一抹の不安もある。それはすでにアメリカ本国においてF-35 ライトニング 2A 型を運用している。アメリカ空軍でも問題となっている事象であり、ステルス性能を保持するための同機のメンテナンスコストの高額さである。2021年3月時点で、アメリカ空軍が F-35 ライトニング 2A 型を1時間運用する場合のコストは、約380万円とも報告されており、メーカー側のロッキード・マーチン社には、その削減が強く求められている。具体的には、現行の1時間あたり費用の約380万円に対し、2025年を、目途に約270万円、つまり約3割ほどの低下が求められている。状態にあるが、この実現は相当困難だとアメリカ軍自体が見なしている。このため、厳しい予算削減に直面するアメリカ空軍は、最大で約1700機の調達予定で進められていた F-35 ライトニング 2A 型の導入を中止し、新たに安価な新型戦闘機の導入を行う可能性も指摘されている。F-35 ライトニング 2A 型は、その最大の利点であり、優位性である高い。ステルス性能を維持するために、機体本体へのステルスコーティングを行うことが必須であり、この費用が劇的に低下するとは考えづらい。これまで F-35 ライトニングにはアメリカとその同盟国を中心に多数の導入が決まり、これに対応して量産効果による機体そのもののコストは低下傾向にあったが、メンテナンス費用は比例しないと見られている。無論、航空自衛隊もこのようなアメリカ空軍同様の状況に置かれるであろう。可能性は非常に高く、メンテナンスコストの高額な F-35 ライトニング 2A 型をスクランブル発進に使用することの是非が問われそうだ。こうした点を考慮した場合、現在スクランブル発進を担っている F-15J イーグルの近代化改修ももちろん必須となるが、こちらも当初日本側が考えていた費用の3倍ほども必要との試算も出てきている。すでに日本は F2 戦闘機の代替計画としての次期戦闘機開発計画もスタートさせているが、こちらも F-35 ライトニングに同様に機体本体のステルスコーティングのメンテナンスは避けられず、頭の痛い問題になりそうだ。